まあ、よく晴れて気温は22度、湿度は 37% という報告が入っています。まあ、絶好のサッカー観戦日和、現在上位に位置している水戸と町田の対戦です。今日はこんな布陣 4-4-2 を予想しています。佐藤翔が右のサイドバック、そして黒川が怪我から戻ってきて右のサイドハーフに今日は入る。そしてなんといっても大ベテランの本間浩二、この水戸で20年目を迎える、この41歳のベテランが今日は久しぶりのリーグ戦のゴールを守るという形になります。一方の町田のメンバーも確認しておきます。今日はロメロフランク、それから酒井がスタメンに入りました。前節のアウェーゲーム金沢戦はちょっとゴール前ヒヤッとするシーンもいくつかあったんですけれども、1対1のドローゲーム、そこからは2人スタメン変更です。最終ラインセンターバック深津のパートナーは今日は酒井、中盤には井上とロメロフランクがセンターでバランスを取ります。一列になりながらどんなバリエーションを見せるか町田です。来たーかー、先制町田、中村のヘディングシュート、先手を取りました。アウェーの町田、開始6分。いやーねー、町田の方はね本当に得意のセットプレーだったんですけども、水戸の方としても警戒してたと思うんですけど、はい、少しマーク外してちょっとスポット空いちゃいましたね。ここがね、中村優也が綺麗に合わせました。このセカンドボールを拾いました。そうですね、木村から左へ、さあ岸本が中を伺います。岸本、フィニッシュ、キーパー、ね、小島選手しっかりと前に走り込んだことによって、ディフェンスもねそこ注目しますからね、はい、ジェフェルソン、バイヤーノ、バイヤーノ、いやですかね、少し強引な感じはありましたけども、やっぱりここねシュートっていくのは大事ですよね、はい、で寄せたのは酒井です。岸本がまだドリブル、流れながらキープしてスペースへチャンス、黒川が投げるとジェフェルソン、バイヤー、決定機でした。水戸今のは綺麗に崩しましたね、綺麗に崩しましたね。この岸本が流れながら黒川からダイレクト、はい、そしてバイヤーのこのボール最高に良かった。最後少しイレギュラーしましたからね、変わった感じには見えますね、狙い通りの崩しでしたが、水戸、大谷のクロス、来たか、抜けた、抜けてきました。最後はファーサイドから入ってきた中村、木村が拾います。フリーで待っている富山へチャンス、富山のクロス、キーパーセカンド黒川、オーバーヘッド、まだ最後はボレーシュート、ね、佐藤翔のボレーシュート、もうこのボールもいいボールでしたよね。最後は佐藤、かなりフリーでしたね、フリーになりましたよね、ここね、前の酒井選手、そしてここで長い笛、タイムアップのホイッスル、町田これで開幕から7戦負けなし、
4勝3分け。前節が終わって3位と2位の直接対決は2位の町田が制して、これで今シーズンの勝ち点を15に伸ばしました。最後まで1点が遠かった水戸です。0対1、町田の勝利。開始6分、中村のコーナーキックからのヘディングの1点を守りきりました。